タケノコの里のチョコを剥がして食べてたらバレたみたいな顔してるやつが出てきた。マジかよ、タケノコの里最低だな。バレたって顔だなこれ。やってみよっと。すげえ綺麗に剥がしたな。歯医者に行く途中、肩がぶつかったヤンキーが、ずっとガン飛ばしてくる。手出さないしマスクしてるの可愛すぎる。ヤンキーおい先生、それちょっとやりすぎじゃねえか。随分と行儀の良いヤンキーだな。邪魔でしかない。2015年、年間自殺者数が激減。国が取った驚きの対策とは、カウントしない。驚きだけど、実際あり得るのが怖い。その手があったか。ずり。そういえば遺書書かないと変死扱いされるって聞いたことが。肉球は添えるだけ。あの名作スラムニャンコから学んだのにゃ。かわいいな。俺も添えられたいな。添えてんの手じゃなくて肉球なのね。おばあちゃんあるあるを教えてください。俺たちが無限に食えると思っている。でも嬉しいんだよな。マジであるあるすぎる。全部頑張って食べるけどな。とにかく量が尋常ではない。復活したペヤングに何か一言。何分待たせるねん。刑務所の前で一人待ってた親友の一言っぽい。25万9200分くらいか。約半年。これ好き。ペヤングはあと何分待てば食べれんねん。私って何でも好き嫌いなく食べる男性がタイプなんですよね。やあ腹減った。ネクタイでも食べるか。素敵、私のスーツも食べてください。いやいや、ネクタイにはソースだから。芸人のコントにありそうな感じ。そんなあなたに惚れました。腕相撲をやろうとは言ったけど、まさか台の方をやるとは思わなかったよ。相手は根っからの裏方気質。ゴリゴリゴリ。上が二人とも可愛いオナゴならやる。最近の教科書はいろいろとめんどくさい。理に反する行為だな。何でも規制すりゃ良いのかよって話よな。別に隠さんでも。確かに隠した方がやらしい。息子がいかにあの金魚を可愛がっていたかが理解できた。すごい、これならちゃんと供養できるね。公園の砂場に埋めんじゃねえ。何か予言しそうだな。すごすぎる出来栄え。気合を入れて勝負パンツを履いていったら、腐ったサニーレタスみたいだねと君が言ったから、6月8日はサラダ記念日。これは逆に興奮するタイプの記念日ですね。梅雨時に履くもんじゃねえな。なぜ記念日にしたし。それでも記念日指定できる彼女のメンタル。逃げた犬から絵はがきが来た。いなくなった犬のこと思い出したわ、泣き笑い。すまし顔とドヤ顔はムカつくわ。捕まらない自信があるんだろうな。元気でやってるみたいやな。母さんもう兄貴に自転車買ってやれよ。こういうボケって、なんで兄の方が毎回追い詰められてんだよ。俺のあげようか。俺からもお願いだ。兄重いな弟だけど、弟は自転車持ってる感じに哀愁。さっきから黄色がキャッチボール中に殺しに来る。左膝折れんだろ。逃げっぷり天才。左足に思いっきり入ってる。どっちもノリノリで笑った。先生よし、ちゃんと寝てるな。右のやつ埋まってて草。野菜ジュース拭いたわ。考えない人だ、よく集めたな。動かなければ良いと思っている。800ワットで15分間加熱します。4のとこ、悪い顔しとるな。4番の顔はロタ。悪人症出てるで。マジレスするとゆで卵の白身みたいになる。話は聞かせてもらっよいしょ、話は聞かせてよいしょ、話は聞かよいしょ、話はよいしょ、花よいしょ。花。すいません、手伝ってもらってもいいですか？ボンバット抱っこしたい。何の話聞いたんだろう。もう一気に上がってから話せばいいのに。俺全然ハゲてないですよね。そうですね。私たちが生えすぎてますので。このおばさんも地味にハゲてるけん。俺は厚毛だったのか。心配するな、すぐそっちへ行くさ。世間の大方の人は剛毛なんですね。弥生時代に2チャンネルがあったら立ちそうなすれ。朗報お前ら、種植えてみろ。画像ありこめたいた結果。お前ら虫の対策どうしてる？原住民誕生の瞬間である。渡来人だけど質問ある？映画ドラえもんでおかしいこと。今まで出てきた道具をすべて駆使すればものの5分で解決する問題を2時間かけて盛り上げないといけないこと。バトル系はバリアーポイントあれば無敵。現実的なことを言いますね。もしもボックス最強。修理中だったり故障中だったりドラミにあげたり、意外とない理由は多そうだけどな。うん？いや続けて。
後でまとめて指摘するから。言ってる。バカリズム感。怖い上司だし。赤さん人生何周目なん。貫禄えぐいな。放送事故。うまいでか、画像の時点で破壊力が。トライアルしようよ。一体何をしているのかな。テープ2点内での開封はご遠慮くださいって。もしもし？俺、カエサル。昨日のローマの休日録画してる？え、忘れてた？ブルータス、お前もか。名言の誕生やな。知的なボケだね。シェイクスピアゲセム。ここで出た言葉やったんか、クソ、歴史認識間違ってたわ。ドライブレコーダーが逆。ほんわかムード。ぶつけちゃったね。帰って二人で仲良く見ればいいさ。事故の記録より、こいつらの思い出の記録の方が楽しいだろう。板前っぽい客がつまみ食いしてくる。顔はロタ。すみません、微妙に被ってしまいました。証拠写真ってことだね。堂々と。ありがとうございますと言うべきか、かたじけないと言うべきか困る。おもろい。コスプレ気合入ってんな。確かにこの状況困るかも。電車があるんだし多分ありがとうございますでいいと思う。トイ、ボブは、右手にリンゴを3個、左手にみかん5個を持っています。どんだけ手がでかいんでしょうか。自家製のフレッシュジュース作れそう。指に差しとるんやで。言われてみれば、30センチぐらいだと思います。いないって言ってって言ってます。使えねえやつ。いることバレバレやないか。お前に睨まれてるぞ。この後めっちゃ空気悪くなりそう。あは、餃子、あはは。王将でバイトし始めた友人が壊れてきた。張り付いたような笑顔なのが怖いな。餃子中毒になっちゃってんだ。てかもともと何の画像なん。決まってんねえ。チャイ柱が立った。何が起こるのかな？言ってそうで笑う。みんなめっちゃ嬉しそうで可愛い。今夜はカレーかな。小学生目線の300円。500円で俺最強と思っていた頃が懐かしい。今の金なし大学生はコンビニでこんな気分です。500円の頼もしさは半端なかった。ほんとそうだったな。300円ももらえたことないから。友達と1万円あったら何でもできると語ってた。ルンバを倒すために同盟を組んだ。三国同盟。参加せざるを得ないやつ。真ん中の巻き込まれた感。真ん中大丈夫か。実写版しまじろう。トリッピー。美しき残酷な世界。早速最終回からなんだ。違うんです。遊びたいだけなんです。いつの間にか子宝の洞窟と呼ばれるパワースポットになった。あれ、俺の目がおかしいのかな。ご立派ですね。差し込んでるのか。あ、穴から光がね。いや、どう見てもちまるぽやん。ねえ見て。保険の授業の時の君だよ。なんだか今日いけそうな気がする。マイッチング。わからせがいがありそうなやつだ。これはあかん。ドラマやアニメなどのタイトルに隣のを付け足して変な感じにさせてください。隣の北の国から。一体どんな民主主義人民共和国なんだ。むちゃくちゃ嫌やん。危ない危ない。ミサイル来るぞ。お残しは許しまへんえ王妃。忍術学園の食堂のおばちゃん。ええ食べたわ。後ろの子供の顔。おまわりさんこっち。飲み物はいいから早く食べ物持ってこいよ。飲み物。貫禄が。土俵のマドンナさすが。勝てる気がしない。こちらはバカには見えない料理でございます。じゃあバカには見えないお金で支払いますね。店員バカにしてんのか？うなぎの鍵チンかよ。お釣りは誰にでも見える方で構いませんよ。論破的なことしててくさ。どけて座った勇者。すげえ。本まで読んでる。他を寄せ付けない存在感。夢の国の帰りかな。私がトイレの個室に入り込んで用を足していると、突然看護師が覗き込んでこう叫んだのです。アーサークーラー。先輩。世代がバレるボケ。懐かしい。プライバシー守れ。38年間カニに育てられた少女。じわる？腰が強そう。水着の癖。靴はいとるやないかい。あの日人類は思い出した。進撃。それにしか見えなくなった。表情が怖い。食われる。怠ける人間ほど不平不満を言うわかる日本車は千年乗れるまあわかる SNS で幸福度が下がった少しわかる。あの頃は、二人とも、しばかれるで。あっこさん。何をされてる方？やあみんな檻だ。やかましいわ。安定感ある。
言うて率高いな。誰やねん。海の魚たちの 36% は、サザエさんの準レギュラーだ。確かに。カツオの友達のマンボウ君、いつ出てくれるのだろう。ゲラゲラ。いとこやおじさん、おばさんに使います。ザ・ファースト俳句。じわる。小峠やん。表情が臭。良い声してそう。パパの似顔絵。パパやない、息子や。複雑な感情。立派やな。いい表情しとる。年もネタやん。保険入れや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 保険。ほら、こんなん泣いてたら怖い。逆に危ないわ。おじいさん無表情。パーマンか、懐かしいなだ。2号は野生に帰ったのか。仙人やん。雰囲気がある。弱い1500歳。だからテレビはねえっつってんだろ。NHK の怒り。イルスを使え。怒りすぎや。一人にやけとるやん。メガネメガネ。これ、なんだかんだ足元にあるやつな。コンタクトレンズかも。禁止あるある。めっちゃわかるわ。たった一言で絶望の淵に沈めてください。おならのはずだった。茶色の世界。気を抜いてするもんじゃないな。笑った。電車の中では金輪際ボケては開かないと決めた。霜降り。わあまずそう。油しかないだろな。よう超えとる。B 級やな。とりあえず違う人の顔真似で乗り切る。キーパーはバレるやろ。ユニフォーム着てること忘れてんのかな。じわる。この顔まんまチンパンやん。週5の疲れが2日で取れるわけがない。それなら休んでも休まなくても同じだな。ブラック企業め。鬼か。悪魔の発想。同じじゃない。配線反対あなたはここに来るのにどのような乗り物を使いましたか？調子に乗ってきました。調子というの乗り物はありません。私の座布団に乗るがよい。センス。うまい。カロリーがカロリーが奪われていく。いい表情や。死にそうやないかい。ひみこ様。カロリー消費税。玉ねぎもじゃがいももやられたか。ふん、面汚しとも目が。カップヘッドの再建者か。風格がある。頼もしいな。に、人参将軍。あだ名があいうえおどんなやつ？愛に飢えている男。そのまんまやないか。上をご飯できたわよ。うまい。そういうタイトルの漫画あった。追い詰められた人の名セリフレベル1、俺には家族がいるんだレベル50位。命だけは助けてくれレベル500、金ならいくらでもある。レベルマックス早くトイレから出てくれ。これは追い詰められた人だ。単純に草。めっちゃわかる。むしろ便利マックス。敵に塩を送るの大義語。味方に佐藤しかいねえ。団結力は強そうだけどな。源氏 vs 平氏 vs 佐藤一族。そんなあなたにリアル鬼ごっこ。じわる？1年生から見た6年生。成長期だからねえ。何かわかるわ。本当にこんなでかく見えてたわ。もうそれはキャプテン翼なんよ。大事に温めてた雪見大福が、ついに孵化した。俺も孵化させたいわ。見てるだけで満足。おめでとうやったね。ちょっと今から温めるわ。健康のためにご自宅の酒とタバコは処分してください。わかりました。酒とタバコを処分するぐらいなら命も捨てます。じじいの覚悟すげえ。他の楽しみを見つけてください。うちのじいちゃんと同じこと言ってる。男やな。やられ方魔王クライデスビーム勇者グワー村人ギャー魔王の手下ドワー鉄オタブワー1700。満足そうで何より。やられてて草。東京メトロの撮影を邪魔しに行ったら来てそう。シャトランもさ。下着売り場で言ったことのないセリフを言ってください。これの使用済みってありますか？言う勇気がない。明日でしたらご準備可能です。できれば脱ぎたてのやつで。店員私のでよろしければ。日本人に建設を任したのが間違いだった。自由すぎる女神。これは新日国ドン引き。メガネにされなかっただけありがたく思え。ジャパニーズ変態。ちょっと太った？聞いてきた相手にかっこいい言い訳をしてください。嫁の料理がうまくてね。なお独り身の模様。クソ幸せかよ。かっこよ。かっこいい旦那やん。惚れるわ。パジャマでお邪魔やってみませんか？この年齢で大丈夫かしら。なぜさせようとするのか。迷うなよ。なんでちょっとまんざらでもなさそうな顔してんだ。誰得？神田アナウンサーに字幕が煽り出した。
目が笑ってない。煽りのセンス。これくらいの遊び心があると良い。受ける。宿題を忘れた時の言い訳レベル1やったけど忘れたレベル2明日持ってきますレベル999。これが僕の答えです。かっこよい。かっこいいけど通用しない。廊下に立っとれ。宿題しろ。面接官黒猫って白いよねなんて答える？御社は運送会社の中でも数少ないホワイト企業だと思います。現場の使命を鑑み密林の無茶ぶりにギブアップした会社。いつも大変お世話になっております。上が白と言ったら黒でも白かブラックだな。って天才だ。新鮮なイワシ。正直だね。動物も新鮮なもの食いたいよな。そりゃそうなるわな。新鮮なボケ。フレミングの左手の法則。オレミングの法則。やあ俺だ。やあみんなの法則、かな。これからそう呼ぶか？じわる？国産の限界を知る。今だけサングラス外します。外人ってかっこよすぎて抜けないのは俺だけ？う、どこの海に行ったら会えますかダッシュオウム。ちょっとパスポート取ってくる。お昼時まで、ごまや梅干しと戯れるご飯。米粒の擬人化はすごい発想力。可愛いんだが。3は梅干し芋かな。明日お弁当箱開けるの楽しみになってきた。そのパスワードはすでに使われています。心が折れるな。確かにパスワードの重複はないけど、この発想はすごい。こんなパスワード覚えれんのかよ。これでボケられたことそのものがすげえ。ぶっ飛ばすぞ丁寧語にしてください。では、良いフライトを。シートベルトをお締めください。それはぶっ飛ばす瞬間の言葉だろ。笑いながら殴るポーズで言ってるの思い浮かべるとおもろい。CA が怖くなってきた。今のお前。なぜバレたし。当たりすぎてて怖いわ。残念仕事中でした。ふうははは惜しかったな私はぬいぐるみを抱えながらだ。とい、みほちゃんは 8km 離れたお店に2時間かけて行きました。僕はストーカーでしょうか？ 2 時間もよく。ずーっと見てたのか。どんだけついてきたいんだ。違います。僕は彼女を守っているんです。ですから、司法解剖の結果、死因は司法解剖だと分かったんです。逆ギレすんなし。決め顔で言われても。ずっといい。ちょっと逆ギレっぽくなってんじゃねえよ。テスト終わった後あるある。部活がまた始まるから解放感はそこまでない。それが幸せって気づくのは引退してから。帰宅部最高だぜ。テスト期間もいいけど部活後にだべってる時が一番好き。テスト中でも午後とか部活ありの吹奏楽。あはははは今日は会社サボろう。男、そこ変われくださいちなみだ。これはサボっちゃうな。リア充でリア充とかマジか。ハーレムじゃん。家に帰るまでが遠足なのか？いいえ。後日、間違えたふりをして好きな子の写真を買うまでが遠足です。買おうとしたら先生に買うの間違えてるんじゃないかって呼び出された。そして中学でその写真を持ち寄るのが定番。やるやるやっぱみんなやるんだな。その手があったか。ただいま。誰？覚えてないよな。パパだよ。嘘だ嘘じゃパパ昨日まで言えたもんママ呼んでこい。感動系かと思いきや。子供は正直。実はその相手が実の父という悲しいオチ。まあ実際数年も海外派遣してたら浮気もするよね。バカボンのパパに会えて、頭の良さそうなセリフ言わせてください。これでいいのだろうか。シンプルかつ深いボケだな。悩みながらやってたら、それはもはやアート。哲学やな。思慮深い、妥協しないパパ。戦争の種をまいたら生えてきた。某アニメみたいに平和にいかないものか。本格的ブラックジョークだ。力こそパワー。こういう風刺好き。主人公のライバルあるある。1位主人公より人気が高い。2位慣れ合いを好まずクール。3位必殺技の名前が中2、18位。アニメのオープニング映像のサビ直前あたりでこっちを睨む。思い出したのはサスケとシゲルやな。みんな考えること同じやな。主人公のライバルって言われるとグリーンを思い出す。これ1位だろ普通に。そういうやつに限って女性人気が高いよね。初めての座役。経験したことないけどそんな衝撃的な感じするん？お口ポカーンなってるで。ちょっと透けてんのおもろい。すげえわかるこんな感じだった。3日寝なくても頭すっきりアスカの大好きな子な。裏に使用補調理方法も書いてあるかな？やめろー。コレステロールゼロなんだ。深い力な子の香ばしい香りミシン。
黒糖の豊かな甘み。黒糖を使っているとは言ってない。医者、ご主人はもって余命1年です。妻、先生。もっと縮まりませんか？医者、わかりました。やってみましょう。妻と先生クソすぎやろ。医者やってみましょう。わかりましたじゃねえよ。話がよくわかる先生で。バッカモン。そういうことか。何兵の髪取ったのか。トレードマークが。これに抜かれたら痛そう。やつ、とんでもないものを盗んでいきました。出かけるたびに買ってくる。いっぱい集めてリアルマリオカートしようぜ。まさか認知症。相当気に入ってるな。またおばあちゃん乗せてきて返してきなさい。鳥取のゆるキャラ砂丘くんが放送事故レベル。砂砂の実の能力者。何回見てもこれ好きやわ。子供どころか大人も泣き出すレベル。砂丘くんのネーミングセンスに笑った。際どい判定だったのでブレイクダンスで勝負。もはや野球関係ねえ。いや、なんでやねん。右の方がうまく見えるんは気のせいかな。カープうまい審判がラップしてるように見える。ドラえもんで絶対あってはいけないこと。1位、2位、のび太が頭いい。3位ドラえもんの居候を両親が断固拒否。ジャイアンの首が転がる。落ちた後結構長い時間をタオタしてたな。あれはあかん。ジャイアンの悲劇か。子供泣いてたもんな。スーパーマリオブラザーズ、1の1スタートから3秒間のマリオの奇跡。ゲーム慣れした今でも時々そこでやられる。ジャンプのタイミングを間違えるとグリボーにやられる。脳内再生余裕。最後のあれ踏んだ反動のキョンなのね。胴体視力を究極まで鍛えたら、迫り来たるボールの縫い目のみならず、ボール家族の幸せな暮らしまで見えて、申し訳なくて打てない。彼のおじさんは消える魔球として誇りを持って消えていったんだ。ボール家族。シュールすぎて。このボール顔面デッドボールコースじゃん。この動画見たくねえか？でもワンクリック詐欺かも。ダブルクリックしたらいいんじゃね？それだおめえ天才だな。頭良いな俺ならそんなの思いつかんわ。その後彼らの姿を見た者はいなかった。ダブルクリック詐欺の始まり。そしてダブルで架空請求が来た。日本昔話シリーズ。このじいさん実戦慣れしてやがる。このままでは全滅も免れん。じいさんの構えが草。そりゃあくてじゃろう、鬼っ子。溢れてる強者オーラ。おじいさんもうそれにしか見えない。何が楽しいのか途中でわからなくなった。マイクラやってるとよくこんな感じになる。考えるな感じろ。毎週飲み歩いている自分を見ているようだ。ひたすらレベル上げてる時とかな。流すの横にさらすというボタンがあったので押してみたら壁が倒れた。服を全部脱いでからの。なるほど、固まるというのは明暗ですね。そして私は考えるのをやめた。隣の個室の人もついでにさらされるのでは。おお、Wi-Fi スポットじゃ。現代版竹取物語。テクノロジー。電波予想。Wi-Fi スポットを見つけた時の感動感わかるな。大掛かりなしゃぶしゃぶ。大掛かりすぎだろ。弾丸論破のお仕置き思い出した。白いもやは湯気ってことか。そんなでかい肉食べてみたい。ノリな、生きて蝶まで届けてやる。生き生き乳酸菌や。悪玉菌はーい。無駄にかっこいい。すまねえ、恩に切るぜ兄貴。壁つん。ギリ届いてねえ。パン一反則やわ。ちょっと可愛いじゃねえか。届けえ、あと1ミリー。おはようございます、いただきます。先輩キッス。チースも良いけど、キッスだと独特の適当感があって良い。先輩キッスに見えた俺は末期か。これは野球部ですわ。カタカナ表記とマッチした見事なボケ。するとバナナの香りがしてきます。これが流行りのバナナ香水ですか。香水で部屋埋まるだろ。誰得なんだよ。あっちのバナナかと思ったわ。